演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチラチャンネル登録よろしくお願いします。チラ朝日食品の一本満足プロテインバー3種類を食べたいと思います。一本満足、確か前に草薙剛さんが CM やってたのを見たことあるような内容に、もうこんなのやってたっけなーって、これは草薙さんの CM を紹介する場面ではない。というわけで、どれが一番美味しいのかな。まずはこの真ん中のやつから食べていきますね。おっとっと、ありゃ、もしかしてこれは、あー、中で折れちゃってるわ。でも折って断面を見せても省けたので、それで良しとしてください。ではいただきます。しっとり系なんですね。あわ、結構美味しいです。ん、結構っていうのは余計だったかな。はい、次はこの白いやついただきますね。あれ、ホワイトチョコレートじゃないんですね。思ってましたが違いました。でもこれもこれでいいですね。はい、ラストはこちら、もう一本のチョコレート。ではこちらいただきます。最後はやっぱり本命のチョコレートですね。ん、本命？でもザクザク食感が本当にいいです。こういうのいいですね。最初に食べたこのベイグのチョコは他2種とは違って、あまりシリアルって感じではなかったですね。どちらかといえばケーキに近いような、ちょっとムニュッとしたような、なんかムニュって言い方悪いですよね、そういう感じです。なんかいわゆるチーズケーキを連想していただければ分かりやすいと思いますが、そういう感じですね。まあ、チーズケーキって言ってもベイクロの、ちょっと、ね、濃度のあるやつですが、なので、ザクザクとした食感よりも滑らかな食感を好む方にはこちらの方がいいですね。というわけで、こちらの点数とさせていただきます。で、次に食べたこちらは、ちょっとホワイトチョコかなと思ったんですけど、そうじゃなくて、これ、周囲をコーティングしてるのがヨーグルトだったんですね。なので、ほんのり酸味があってさっぱりして食べやすかったです。だからシリアでもザクザクして美味しかったので、この今回食べた3種類の中ではこれが一番美味しかったですね。というわけで、こちらの点数とさせていただきます。で、今1番で言っちゃったので、もうこれが1番じゃないということが確定になってしまったのですが、こちらのチョコプロテインも中のシリアルがザクザクしていて、音、食感が非常に心地よくて、シリアルを食べているという感じでとっても美味しかったです。手軽に持ち運べるのもいいですね。タンパク質も大事ですし、本当、おそらくスポーツをやった後にちょっと食べるときにいいと思って開発されているんだと思いますが、本当にいいと思います。というわけで、チョコレートも程よい甘さでこちらの点数とさせていただきます。プロテイン、タンパク質、本当にタンパク質って本当大事ですよね。自分もしっかりとっていかないと、大変なことになりますからね。でも取りすぎも当然ダメですし、難しいですね。こういう栄養の補給って今更ながら痛感します。まあ普段からあんだけ食いまくって何言ってたって思われるかもしれませんが、それでは、蚊がいるや血を吸われるのに飛び回る、血を吸われるのは本当嫌ですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞永遠。